ヒデです。こんにちは。ピオーネの3年生の苗の現状です。前回の動画で他の品種に比べて芽吹きが非常に遅くて心配していたピオーネでしたが、この1週間で一気に芽吹いてきました。花芽も確認できてます。ちょっとねネットで調べてみたところ、今年は、ピオーネの芽吹きが遅れているっていうのはちょっと全国的にあるみたいで、ピオーネや巨峰の方がですね芽が出るのが遅くなってるっていうことみたいです。ちょっとね、何かしらの原因があるのかなって心配していたので、ちょっとほっとしました。昨年のね、長雨の影響だとか、暖冬のせいだとか、いろいろ言われてるみたいですけども、まあ、何せよ、芽が出てきたのはいいことだなと思います。ただですね、ちょっと見てもらうとわかるんですが、芽の出方は正直バラバラです。先端の2芽、前回取ったんですが、そこからまた新たに新しい芽が出てきてます。やはりちょっとね、蝶が優勢がかなり強いです。その後のつぼみっていうのはまだ殻をかぶってるものもあったりかと思えば、すごい勢いでもう伸びてしまってるものもあったりと、ほんとバラバラですね。あとはですね、ちょっと私の趣味木の作り方が悪かったっていうのもあると思います。やはりね、ちょっと芽の向きがね、下向きになってる、上向きになってる、そういう状態を作ってしまっているので、可能であればね、この芽が両サイドに出るように1年目で作るのがベストだと思います。これはちょっと失敗でしたね。ですのでこんな感じでね、両サイドに芽の位置を持ってきている部分は割と芽が揃ってるんですけど、こうやって下向きになってる部分、こちらは芽が遅れてて、やっぱり横向きか上向きになってる芽っていうのが早く出てる気がします。ここなんか最たるもんですね。下と上になっちゃってる部分が遅れてるって感じです。またちょっとこちらの木は黒桃病対策で3本仕立てにしているので、その影響もあるのかなとは思います。ただこんな形で花芽はきっちりついているんで、それは良かったなと。2年目の時はね、つぼみ1個しかつかなかったんですよ、この木で。ちょっとそちらの1個は残して収穫して食べたんですけど、味は悪くなかったです。ですのでちょっと今年はね、ジベレリン処理をして種なしのピオーネを作ろうと思ってたんですけど、これだとジベレリンの処理が大変そうですね。何回もやらないといけないかもしれない。ちょっとコストに合うかどうかわからないんですけど、まあちょっとこちらのピオーネはジベレリン処理をした種なしバージョンと種ありバージョンを結果的に作ることになってしまうかもしれないです。
いいタイミングで畑に来れればいいんですけど、もしジベレリンの処理の適期を外してしまったら、種ありですね、今年は。まあちょっと、この木は細いですけど、一応3年生の苗ってことになるので、どうでしょうね。8個か10個ぐらい、房が取れたらいいなと思います。ひとまず、いらないところに出てきてしまっている芽を目かきして、また様子を見たいと思います。それでは今日はこのぐらいで、またお会いしましょう。バイバイ。